三部元博7月29日体は日本の実業家。森厚潮の次男で昭和天皇皇順皇后の孫にあたる。2021年現在は山品鳥類研究所の理事長である。東京都の出身、東国家に生まれ、出生時の名前は遠くに秀彦だった。三部家の養子となり、三部元博に改名した。慶応義塾幼稚者。 慶応義塾普通部、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学小学部を卒業して、1972年に日本航空に入社。1986年に第一ホテルの取締役に就任し、1992年からは副社長を務めた。2000年に森ビルに入り、2011年には常務執行役員となる。2012年から、 山品鳥類研究所の理事を務め、2015年に理事長となる。男児の孫を持つ二人の子息がおり、親戚降下した旧皇族の経類に、男系皇位継承のため皇籍を復活させるという話題において言及されることがある。新役員人事決定について、森ビル株式会社、2019年10月17日閲覧、平成元年に出版された、 思い出の昭和天皇をおそばで拝見した素顔の陛下に回想談話がある。朝香保人。ま子さまご結婚問題。自由な恋愛か、安定的な行為継承か。安倍首相が本命視する。お相手男子。週刊文春デジタル。 https://bunshun.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ185842019年12月19日閲覧。abcdef 三部元博理事長紹介。山科鳥類研究所。2019年度目次春か教室2年前対抗は慶応二塾普通部。www.kf.ko.ac.jp。 2021年9月17日閲覧。a b 刑罰学。三部屋。刑罰学。2020年11月7日閲覧。ありがとうございます。